はい、JJ1IZW です。信号聴法でのモールス符号応分の覚え方パート2を始めたいと思います。今日はですね、パート2では長い音から始まるモールス符号と短い音から始まるモールス符号が存在するんですけれども、その長い音から始まるモールス符号の、練習をしていきたいと思います。で、長い音から始まるモールス符号、アルファベットだと13文字あります。で、短い符号から始まるのも13文字で、計26文字あります。なので、今日やってしまうと半分のアルファベットを覚えたことになります。で、この概念というかを、全体像ですね、全体像を最初見とくといいと思うんですよ。で、その全体像、要はどんな、モールス符号があって、それがどんな、アルファベットに対応しているかというのは、符号表というものがあるので、まずその符号表を見てなんとなく全体像をつかんでから練習するといいと思いますので、まず符号表をじっくり見てください。はい、符号表を見てだいたい全体像が分かったと思いますけども、では、先ほど言ったように今回はパート2では長い音から始まるモールス符号を覚えていきたいと思います。そうすると13のアルファベットを覚えたことになります。ただパート1ではエアーワージェとターマーゴ級っていうのを覚えたと思うんですが、そのうちのターマーゴ級というのは、長い音から始まりますね。なのでもう1個覚えているはずなんです。なので、今日新たに覚えなくちゃいけないというのは、6個ですね。 7-1 で6個、6個の語呂合わせを覚えると全部の、全部というか長い音から始まるアルファベットのモールス符号を全部覚えたことになります。はい、まず最初はですね、前回のパート1で覚えたターマーゴ級をちょっと練習して、その後ですねやってきたと思います。で、その後の、文字というか語呂合わせはですね、2つまずやりましょう。ターマゴズ Z です。ターマーゴズ Z、 次ターマオーですね。なのでターマーゴ級、ターマーゴズ、ターマーオー、この3つをまずやりましょう。
次はですね、タニダベ、タニダベ、これはパート1でもちょっと喋ったんですが、まあ覚えてらっしゃいますかね。タニダベ B ですね。ただこの中にはタ T とタニ N、タニダで D ですね、の文字も含んでますね。これのすなわちタニダベの中には TNDB という文字が隠されているというか含まれているわけですね。で、まあ、練習の中では最後のと言いますか、練習の中で、この分解したやつも一緒にやって、文字も含まれている文字も一緒に覚えてしまいましょう。次はですね、タニダ X、 タニダ X、 これはですね、ちょっと X のところが微妙な語呂なんですけど、私も最初覚えた時に X ってな、うんうんってちょっと思いましたけども、慣れるとまあ大丈夫です。ただ、私だんだん、モールス通信をやるにつれて、この最後は AX って聞こえてはいるんですけど、頭の中では、バッテンが思い浮かぶようになりましたね。こうタニダ X っていう感じの、こんなバッテンが思い浮かぶようになった。なのでバッテンイコール X なようなイメージで私は今聞き取ってます。でこのタニダ X は、タニダベの音と似てますよね。最後が伸びてる音なんで、まあ、そこだけを覚えればあとは、大丈夫というところですね。やってみましょう。どんどんいきますね。次は2つちょっといっぺんに覚えてみましょうか。タニケチ、タニケチ、 C です。タニケチ、それとタニケヤ、タニケヤ、 Y です。で
なんでこの2つを取り上げたかというと、途中まで一緒ですよね。たにけまで同じですね。で、たにけやか、たにけちなんですけども、その途中で、たにけまでは同じですね。このけというモールス符号がたにけなんですよね。なので、この2つの中には、たにけ、要は K というアルファベットも含まれてます。で、練習の中ではこの含まれた K も一緒にやっていきたいと思います。これで、モールス符号のですね、アルファベット26文字のうちの中の、長い音から始まる、ものは全て終わりました。で、アルファベット26文字のうち、半分の、13文字はこれで覚えたことになります。パート3では今度は短い音からやりたいと思います。それまでの間、長い音から始まるアルファベット、これをマスターしておいてください。はい、これでですね、長いの全部終わりましたけど、おさらいをして、それからパート3に行きますかね。では、まずおさらい。
それじゃあパート3でまたお会いしましょう。